冷凍のラーメンが届きました。今日の夕食に食べてみたいと思っています。塩ラーメンです。詳細は概要欄に書くので見ていただければと思います。寒い夜に塩ラーメンで温まりたいと思います。塩ラーメンの冷凍のスープを約10分間沸騰しているお湯で温めます。10分間このままです。ラーメンのトッピングは流水で溶かします。ジャーニー麺はスープが温まった頃を頃合いに約1分30秒袋のまま湯煎します。丼はお湯で温めておきます。スープと一緒に麺を1分半袋のまま湯煎します。丼にスープと麺、薬味を入れて完成しました。これからいただきたいと思います。